東方山博士の礼拝は、イタリアルネサンスの巨匠サンドロ・ボッティチェッリによる1475年、または1476年の画家初期の絵画である。作品は、フィレンツェのウフィチ美術館に展示されている。ボッティチェッリは、東方山博士の礼拝の少なくとも7つのバージョンを描くように依頼された。このバージョンは、ガスパーレ・ディザ・ノービ・デル・ラーマによって、 サンタマリアノベーラ教会の彼の葬式礼拝堂のために移植された。場面には多数の人物が登場し、その中にはメディチ家の人々が何人かいる。小島でメディチ、息子のピエロとジョバンニ、そして孫のジュリアーノとロレンツォである。東方さん博士として描かれた3人のメディチ家の人物は絵が描かれた時点で全員亡くなっており、 フィレンツェは事実上ロレンツォによって支配されていた。ボッティチェッリとメディチケの二人の兄弟との親密な関係により、裕福なガスパーレがその祭壇画で親族の二人の肖像画を紹介することができたのか、それともガスパーレがこれらの影響力のある人物に優雅な賛辞を払う子の機会を喜んだのかは分かっていない。しかし、ボッティチェッリがこれらの人物の描写に、 多大な労力を費やしたことから、これが課題の重要な部分を成していたことは明らかである。また、ガスパーレ自身が絵に含まれていると言われている。右側の老人であると思われ、白い髪と水色の衣服を着て、鑑賞者を見て指さしている。さらに、ボッティチェッリは、右端に黄色いマントを着た金髪の男として、自画像を描いたと言われている。バザーリはその、 ルネサンスが人伝で、東方三博士の礼拝を次のように説明している。この場面の頭部には、言葉では言い表せないほどの態度があり、正面向き、横顔、四分の三正面向き、うつ向き顔など、様々な方法で、老若男女を問わず、従者の表情が異なっている。非常に多様で、画家が職業の完璧に習得していることを示している。サンドロは、さらに、 各王の従者たちの違いを明確に示している。色、デザイン、構成の素晴らしい作品である。衣服の扱いなどの細部への注意は、ボッティチェッリが画業のこの時点でフランドル派の影響を習得していることを示している。アドラチオン・オブ・ザ・マーギ、マウンテン・ウエスト・デジタル・ライブラリー、ユタ・アカデミック・ライブラリー・コンソーシアム、2013年6月26日時点の オリジナルよりアーカイブ。2013年5月15日閲覧。バザーリ、ジョルジョ、ザ・ライブズ・オブ・ザ・ペインターズ、スカルプターズ・アーキテクツ、ボリューム3、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア、ジェーム・デント・ピアニッシモ10、106、107。ありがとうございます。